口って、釣り出口ってっけ。そう、行ったんだよ、こうたけ。うん、こうたけのリーナ、すごいね。うん。なんか売り切れちゃうと思って、私も急いで来たんだけど。あのね、炊き込みとか、うん、あとお吸い物。干して、いや、干さないでも、このままでも、うん、例えば香りがすごくあれで、炊き込みにするにはね、干そうと思って私も広げてきた。あの、お茶にしてもいいよね。そう言いますね。妊婦さんはダメだって。炊き込みとかに入れるのは何、うん、なんかアク抜きとかはないの、別に。ないないない、普通でいいですよね。刻んで、普通で、うん、普通に刻んで、普通で、うん、やってるな。私も昨日、何個かもらったのか。今ね、娘が来るもんだから、食べさせてやりたいなと思って。すごいな。だけど、あっという間に売れちゃうんだね、すごいね。これはもう、すごくいいですよ。え、その値段で出しちゃうの？600円だって、安いね。安いよね。ちょっと大きいので1300円だから、あ、1200円か。どうなんだ、すごいな。100何個取ったって知ってる人は。自然なすっていうのはどう使うといいんですか？漬物。漬物？うん。一夜漬けみたいにして、ちょっと皮が普通の水ナスとかっていうよりも少し固めで、歯のいい人ならパキッとこう食感を楽しみながら。あの株になってる芋は、これは、うん、あれは株ごとで里芋の親から子孫とで、料理の用途に応じて柔らかさを分けて食べるという感じで。親が硬い。親が硬い。炭がちょっと柔らかくなって、そう、孫が一番とろっと。だからいろんなのがついてるから、いろいろ楽しめるよってね。かぼちゃもあるな、こんなのかぼちゃもいるしね。